日本で一番すごいディフェンダーになりたいです。仲間が決められても自分が手に決めれる選手になりたいです。高校で全国大会を目指してやりたいです。今やってる大会で決勝トーナメントに進むこと。チームスポーツなんでみんなが喜んでくれるので、協力して勝った時とかが一番楽しいって感じます。仲間と熱くなれるし、サッカーだけが上手くなるんじゃなくて人間的にも成長できるなと思ったからです。サッカーがやってる時が楽しいからやめたくないって気持ちがすごい。きつい時だったりどんな時も隣見たら一緒に頑張ってくれる人がいたから頑張ってこれたかなって思います。自分が選んだ道だから最後までやりきった方がいいと思う。悔しさだったり楽しさだったりっていうのを共有できる。サッカー好きです。サッカーが僕を熱くする。